札幌市内にある日本酒バー、酒店や飲食店関係者が集まって何やら興奮のご様子。現地これが主張ですね。おそらく道内で一番早く飲んでるの僕らでは、うん、いくらで出されるかだよね。そうですね。おそらく蔵元直送の値段と地元に回す値段では70っておっしゃってました。70あんま70っぽくないですよ。この夏から販売される新酒の試飲会、試験醸造を終えたばかりの酒が並ぶ。ただこの日ばかりは味見だけではない感慨深さが。男性的なちょっと骨太さがあるようなそういうイメージを、水の、まあ、硬度も違うし気候風土を感じるような部分は特に水だと思っているんですけど、まあ、これぞ帯広の味っていうイメージを。北海道に新たな酒蔵が誕生、それも全国で初。酒どころとなるのは大学のキャンパス。昭和を最後についえた十勝の地酒、オラが町の酒、新たな灯火を。しかし新型コロナが酒造業界にも大打撃、新酒作りにも思わぬバタバタしてやってた。ちょっと目離した隙に大失敗。温度がちょっと上がった。逆になんでこんな間違うかっていうぐらいです、ね。新たな酒蔵がもたらすひとしずく、見えてきたのは産学連携に地方創生の未来の形。今日の経ナビは北の大地に酒どころを再び、その一滴への一歩をご一緒に。